はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第12回闘技場2日目になります。昨日は3連勝できて終わったとこですね。昨日は何もわからないまま手探り状態で突っ込んだ試合となりました。あ、セラフィー、いやでもエスタークが厳しいんですよね。いや、エスタークは厳しいって。ここいや、戦闘力高いですね。厳しいですね。いや、どうしましょう。ここ行きましょうか。やっぱり、私のパーティーはこれですね。あー、この配置か。はい、対戦よろしくお願いします。いや、この配置か。デボラが届かないんですよね。待て、いや、これいきなり当たるじゃん。いきなり当たるよ。どうしようかな。じゃあ2番目セラフィーか。いやー、セラフィーか。ここにしたら突っ込んでいけるね。どうしましょうか。じゃあこれで、いや、ゾーマーまずい。6番目か。1、よし、これでいきましょう。エスタークはなんとか耐えてもらう。いや、耐えらんないよな。あれで一瞬だもんな。あ、じゃあ煉獄長を生贄に出すか。1、2、3、4。よし、これでいってみましょう。煉獄長を生贄に出しょう。それでエスタークが動けないようにしましょう。ここまで来ればよし、行ってみよう。そうか。戦いの歌。そうか。うん、で、来る。うわー、届かない。
これ失敗したんじゃない？いやーこれセラフィーやばい。いやこれきつい。いやこれ厳しいですね。あしかもミス終わった。あやっぱダメだな、この戦法ダメだ。キラーマシン、キラーマシン、そこまで来るか。いや厳しいなこれは。いやーセラフィーがやばいなーやばいなー。あー届かないもんなー。うーわお、すごいすごい応酬だ。いやー素晴らしい。俺にも誰か回復してくれ。いやーダメだ。乾杯です。いやーエスタークやばいって。エスタークがまずダメなのとセラフィーがやばい。そうなんですね。やっぱダメだった。エスターク選んじゃダメだった。エスタークやめてくれ。いやもう格上ばっかりですよこれ。ダメですよ。いやセラフィーも与えたくないし。いやーこれは厳しい。ここですか。ここを伝って私より格上だしね。デスピサロの魔法カンタがついてるのもやばい。いやこの背景な、あ、背人、あれだ、陣形になっちゃうんだね。この陣形だと厳しいんですよね。はい、対戦よろしくお願いします。いやー厳しい。どこまで出てくる。あーそうかそうか、ゲリオン、ゲリオンがいるのか。ゲリオンがいるから相当出てくるんですよね。まあゲリオンはしょうがない。なるほど。なんでデボラはこっちから行ってもらう。いやこれは受けなきゃしょうがないのかもしれないですね最初ね。これは受けると。はい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 。でここでデボラさんが突っ込んでいきたい。あーでもダメか。1番2番3番4番か。で5番動いて、あー5番動いて、あーそっか。で魔法ダメでしょ、魔法ダメでしょ。魔法ダメでしょ。デスピサロをどうするかですねこれ。
2番目、3番目、6番目、1番目、よし行ってみましょう。いやーこれは厳しい。これ下がってゲリオンを待ちましょう。あ、何もなしか。軽減か。ゾーマを落としたい。ゴーネ。あーっとこれは。あ、フェナートス。いや落とせないな。なかなかゲリオンなかなかっすね。どうだ。ゲリオンは次の煉獄町で行ってもらう。よし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 。これはいいぞ。これはいいぞ。これはいいよ。灼熱。この辺からいっておきましょう。寝ている。これはいいよ。あ、ダメだ。さあ頼むデボラさん。倒しきれない。あ、違う違う、デスピサロの方に回心欲しかった。回心食らう。ローリング、ほいでジャミは突き飛ばし、よし。腹パンチ入れてやった。で灼熱で、よし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 。いやこの早い戦闘になかなかなれませんね。もう出たとこ勝負でいくしかないですもんね。早いラウンドで勝負できるのは面白いですね。とりあえずランクが上がりました。で3戦目、どうしましょうか、どうしましょうか。結構こっちに動いてきてくれるメンバーがいいですね。3マス4マス移動してくれるやつの方がカウンター入れやすいんであれなんですけど、どうでしょう。ここな、ここな。第一候補今のところですかね。いやデスピサロはねめんどくさいんですよ。
ここね。ここ行きましょう。あ、うん、ここだったかな。ここ行きましょう。はい。3戦目、ここは勝ちたい。1戦目で負けている分、ここで勝ちたいです。あ、こういう配置か、また。すごい配置だな。バブルキングを縦に、ゾーマ。後ろから打ってくる気か。はい、対戦よろしくお願いします。さあどうでしょう。うん、最初はそんな出てこないね。アームライアンもそこまでじゃないですね。うん、できればね、ここ2人を絡め取りたいとこなんですけどね。ここで前出れるかな。ここで、あー出れないか。あーいいか、2ターン目で、あーいいでしょ、2ターン目でいいでしょ。2ターン目で、1ターン目出てきてもらって、2ターン目で突っ込んでいく。うん、でで、ここはよしと。で2番目の後か、リーズレットが相性が良さそう。相性良さそう。で、こっちの方はこっちの方で行きましょうか。7番目か。7番目。こういう感じでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ行ってみましょうか。行ってみましょうか。よし。待機。カウンター入れる。これは美味しいよ。いいよ。待機。ここはどうしたらいいんだ。ここは射程入ってるから何もできず。ここはいいよ、メラミンいいよ。 OK、 これは勝ちが見えてきた。勝ちが、あ、いいぞ、いいよ、この並び。ベギラマ。灼熱。あれ、激減なんだっけ。あ、そうだったっけ。あれ、どうしよう、どうしよう。じゃあ。ちょっとバブキンをやりたいよな。バブキンやりたいよな。あ、打っちゃった。お、ナイス、会心。いい会心よ。でも、バブキンをやりたいんだよね。バブキンを、あー、ダメか。あ、ちょっと待って。次、ゴッドライダー来ちゃう。あー、次、ゴッドライダー来ちゃう。ゴッドライダー来ちゃうな。ゴッドライダー落としてスノードラゴンじゃいけないよな。うーん、厳しい。さあ誰狙う。そっち狙うか。あー、やられた。ローリング。
寝ちゃえ。よし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 。そうか、これが良かったね。ベギラマ、ヒャダルコ、いやー、やっぱり一人やられちゃいましたね。でも勝ったのは嬉しい。いや、もう1戦目からしたらもう絶望でしたよ。2戦目3戦目なんとかね立て直して勝てました。もう戦っちゃいけない相手が見えてきましたね。もうセラフィー、エスタークで、次にデスピサロで、次ゾーマかな。ゾーマもなんか闇の衣をまとってるからね、最初ああいうのついちゃってると厳しいですよね。はい、というわけで今日はいっぱいしちゃいました。2日目終わりまして5勝1敗ということで、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。